中でも懐石友禅橋本レストランの橋本正樹さんは、古くから伝わる日本料理の技とおもてなしの心を持っています。すごい大変だったですね。ああいう経験というのはもう本当に初めてじゃないかな。そのいつも そのコラボレーションというのはある程度どこかセットアップしまして、そこに両方が来てというのが多かったんですけど、今回の場合私がそのお店に行ってやらなきゃいけないというので、そこの調理場を借りなきゃいけないんですよ。それがやっぱりフレンチのレストランというのは全く違うんですよね。ですからそういったところですごい火加減の問題だとかいろんなことでその問題はあったんですけど、もうね、お客さんはいますんで やらなきゃいけないですからね。だからそこでなんとか日本料理っていうのをやっぱり演出しなきゃいけませんので、器選びから何からちょっと大変だったんですけど、すごい結果的にはすごいいい勉強になったし、すごくお客さんも喜んでいただいて。サンフランシスコのアトリエクレンレストランでフランス料理と日本料理のコラボレーションを行った懐石友禅橋本レストランのオーナーシェフ橋本正樹さん、日本料理の基本を伺いました。日本料理の基本っていうのは、五味五色五法っていうのがありまして、それぞれその5つのタイプなんですけど、五色は赤青黒白緑そして黄色、五味は甘味酸味塩味苦味そして旨味。日本料理っていうのは辛味っていうのはもともとなかったんですよ。あ、そうですか。そうすると七味とかいう、はい、ピリ辛みたいなのは、はい、あれは七味っていうのは旨味に入っちゃうんですね。旨味、山椒もそうなんですよ。五法とは生、煮る、焼く、揚げる、蒸す。調理方法や食材の相性、色合いなどを組み合わせると自然に構想が出来上がり、料理のレパートリーは無限に広がると橋本さん。小さい時にできたらその大人の社会ですけど、そういったところにちょっと一緒に連れて行ったりとかして、いいものを見たり聞いたり読んだりで、美味しいものを食べたり、贅沢とかっていうんじゃなくて、やっぱりそれって、ね、一つの教育だと思うんですよね。食育っていうのもありますけど、やっぱりそれ以外にそういういろんなその海外を見たり映画を見たり美味しいものを食べたり、そういうことをね、やっていくと自然にそのセンスっていうのがつくと思うんですね。懐の石と書いて懐石料理。その昔、茶人千利休らが贅沢を控えて客人をもてなしたことから生まれたといわれる懐石料理。やっぱりそこには心が入ってなきゃいけないっていうのが一つ大事なんですよ。ですから外の気温だとか、ね、天気だとか、そういったことをこう考慮しながら、今日の料理はどうしようかとかってこう考えるわけですよ。お客様の笑顔をこうイメージしながら、こう料理を、今日の料理はこういう食材だからこういうふうにしていこうとかね、冷たいものにしようとかあったかいものにしようとか、そういうことを考えていくんですよね。であとそれプラスそこに色使いで、器の選び方で、そういうのを持っていきますと、そのアイデアとかっていうのはもう本当に豊富なんですよね。もう全然無限大なんですよ。本当に夏は夏でその盆踊りがあったり花火大会があったりで、春 は花見に行ったりだとか、そういうこと、やっぱり日本人っていうのは四季を大事にする人種なんですね。ですからそれっていうのは料理にも同じなんですよ。そこには器を選んだり食材を選んだり、その移り変わりっていうのを表現しなきゃいけないんですよ。コースの中でワンモノっていうのがありますけど、このワンモノっていうのは四季を表す一番最大のその器なんですよ。で、器であり内容でありなんですね。ですからそこにどういうふうにしたら四季を表せるか、そのお客さんが蓋を開けた瞬間、ああ春だなとかね、夏だなとかって思わせなきゃいけないんです。タイにしてもそうですけど、頭から尻尾までありますね。一番おいしいところっていうのは本当に
その頭に近いところの部分、ここだけしか使えないんですよ。ですからここから後っていうのは本当にもうあのお客様にお出しできないっていうふうにもう自分は決めちゃってるんですけどね。ですからそこって無駄じゃない、もう無駄だけどお客様に一番おいしいものを食べてもらいたいっていうのが一番あの基本ですので、それは崩せないっていうところがありますね。お料理はまさに芸術。キャンパスに絵を描く画家のように、料理人も器の上に伝えたい思いを表現します。蓋を開けた瞬間にその思いがお客様に伝わるように、橋本さんは心を込めて日本料理を作ります。